皆さんこんばんは、かまど炭治郎役の花江夏樹です。いよいよ無限列車編公開直前ということで、今日は短い時間ですけれども盛り上がっていけたらと思います。よろしくお願いします。はい、かまど禰豆子役の木戸あかりです。いよいよ公開間近ということで、早く皆さんに見ていただきたいですし、私も見てね、皆さんと早く語り合いたいなって思っています。よろしくお願いします。はい、吾妻善逸役下野宏です。短い時間ではありますが、楽しんでいきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、橋平伊之助役の松岡一作です。ライトが強すぎて前が見えない。よろしくお願いします。はい、劇場版鬼滅の刃無限列車編の主題歌を担当させていただきますリサです。よろしくお願いします。とにかく優しい心ですね、うん、本当心が綺麗でもう真面目でまっすぐなこう折れないハートを持っているのが、すごく尊敬できるところだと思ってますし、やっぱり禰豆子を人間に戻したい、家族のために鬼を撃つっていうところは曲げないように意識して演じるようにしてます。かまど兄弟は本当にお互いがお互いのことを大事に思っているっていうのがあって、だからこそ炭治郎も禰豆子がいるから頑張れるし、禰豆子も炭治郎がとっても優しいお兄ちゃんだから、こう鬼になってもなお一緒に戦い続けることができているっていうところがあるのかなっていうのは思いますね。すごく素晴らしい兄弟愛だと思うので、はい、うん、その辺は私も意識しながら演じてます。しか言えないもんねそうですね、はい、まあ、うん、しか言えない、喋れないっていうところはあるんですけども、やっぱりその炭治郎へのお兄ちゃんが大好きっていう気持ちはずっとあると思うので、そこを忘れずに演じるようにはしてますね。どのあたりにありますでしょうか。まあ、そうですね、うん、ええ、うん、まあやっぱちょっとつ盲信じゃないですかねまあそうね、ええ、猪之助の場合はね、はい、ちょっとつ盲信がやっぱりね、あの印象的なセリフでもあるし、はい、うん、すぐちょっとつ盲信されるしね、俺もね。そうなんですよ、俺っていうか善逸がね、されたりとかもありますけど、はい、まあそういう意味ではあの本当に何でしょう、この猪之助もそうですし善逸もそうなんですけれども、やっぱりまあ、もちろんね、その戦いのシーンだったりとかそういうようなところでね、すごいいろいろ活躍してたりとかっていうのはありますけど、まあ賑やかになったよなっていう、うん、この2人が登場することによって、うん、そのなんだろう、ただただシリアスなだけではない、その中でもね、こう炭治郎自身がこうちょっとね、なんだろう、まあ、仲間であり友達でありみたいなね、そんな2人と出会えてっていうふうなところで、まあ、そういう意味ではまあ、にぎやかになったというか、はい、うるさくなったというか、やかましいというか、うん、ですね、そういうふうなところが、まあ、我々の魅力でもありつつ、ただそのギャップとしてこうちゃんと戦いのシーンでは、ね、うん、かっこよく見せているっていうのも、はい、そうですね、そういうのも含めて、まあ、魅力満載なお二人です、うん、なんかすごくテレビシリーズ通して仲良くなりましたよね。仲良くなったね、本当に。どうですか花江くん。でもそれをひしひしと感じてます。感じてますか。はい、やっぱ最初こう猪之助なんか特にもう敵みたいな感じで登場したので、ね、そんな中でやっぱりこう、うん、任務を通してお互いのこう力をね認め合いつつ、うん、いいチームになっているんじゃないかなと、うん、はい、そうですね。